小泉城は、現在の群馬県大羅郡大泉町にあった、日本の城。追記は、遠徳元年。現在では城石、内堀の全部と外堀の一部及び土類のみが、残っており、城の内公園として整備されている。有機合戦で敗れた、有機持ち友の息子の持ち光が後に、足利重氏から、大羅郡に所要を与えられて遠徳元年に、建設した富岡城が後に、 小泉城と呼ばれるようになったと言われている。その後、富岡一族は、小学坊や上杉謙信、後宝城氏などの勢力下で活躍し、富岡氏から小泉氏が分かれる。しかし、天正18年、豊臣秀吉の関東攻めの際、家臣、朝野仲正らに攻められて落城し、敗城になった。なお、残っている外堀と内堀の間には、後進と掘られた。 楕円形の石柱を数十以上見ることができるが、これは更新信仰が盛んだった江戸時代のものと考えられている。現在では残っている内堀、外堀ともに堀はすべて護岸工事され、また城石の一部では古墳が復元されている。更新と掘られた楕円形の石柱が多数存在するのは中冷島の西側である。 内堀の東側には公園が配置されており、城之内公園と呼ばれている。小泉城外堀大泉町には山はなく、比較的標高の高い場所に作られた平城。標高33メートルというと、環状8号線が東京都大田区、田園調布や世田谷区小山大近辺を通過する辺りの標高と同程度である。戦国時代末期。 後北条氏の参加の時代に改築された城の遺構が現在残っているもの。本丸の北東側や南西側の隅に2層から3層程度の隅らがあったとも伝えられ、その場所は土が盛られて一段高くなっている。ありがとうございます。